生活とかでなんか驚いたこととか。驚いたこと。でなんか寮に暮らしてて一番ビビるのは、なんかもう夜型の人がめちゃくちゃ多い。そう、それはそうだ。朝なんか2時とかは普通にもうシャワー浴びに来る人いっぱいいるし、普通に朝4時とかでもなんか隣の部屋からジャラジャラジャラみたいな麻雀の音聞こえるし、私もこっち来てから朝まで起きてること増えたりして、だってこっちさ子供とかがさ、幼稚園の子がさ、朝の10時とか、あ、夜の9時とか、とか10時とか外で遊んでたりとかするもん。めちゃくちゃ元気だなって、ね、これが香港のパワーの源かみたいな。なんかワークハード、プレイハードみたいな感じよね、みんなね。本当になんかもう今この瞬間をなんかもう、そう全部全力突っ込んでる感じしますね。香港人とか、香港の好きなところ、何かありますか？香港人香港でもいい。香港の好きなところなのかな、何だろう。なんかやっぱりその勉強に対するモチベーションはちっちゃい頃からすごく高いのは、うん、まあ、ずっと感じてきたことはあります、私の中で、うん、香港人は生き抜くための勉強をずっとしてるなと思ってて、まあ、日本人は別に勉強しなくても生きていけるけど、本当に精神がかかった勉強してるんだなと思います。そうだね、まあ、だからそういう意味では、まあ、プレッシャー社会かもしれないけど、そこまでそのゴールまでたどり着くぞみたいなのは、まあ、いいところだなと思います。なんかたくましいよね、みんな。で親もこの現実の中でなんか生き抜く辛さっていうのを重々承知してるから、なんか子供にもそれをちゃんと教えようみたいなっていうのはなんかあるよね。図書館行っても親両親2人で子供1人を教えてるみたいな状況がいっぱい点々とあって、自分が小さい時とか考えられなかった光景が広がってますよね、ずっと。けど宿題とかめちゃくちゃ多いねって。めっちゃ多いっすね。本当に留学生でよかったなって思う。あとみんなさ、言葉英語と、ね、うん、広東語と中国語と三カ国語とか、あと日本語話せる人とかいたり、まあさ、みんなすごいよね。なんか日本語を教えてって言われる時もなんか吸収力が半端なくて、なんか汚い言葉とかものすごい覚えるの早い。何教えたの？私はなんか、うんこは美味しいみたいな。小学生みたいな例文やね。そしたらもう、うんこ美味しいみたいな。エネルギーがすごいな。かわいいな。そう。うんこは美味しい。そうとか、あと10年黙れとか。あと10年あと10年言われたくないな、それ。本当に香港人喋るの大好きや。10年黙れとかって言われたら死ぬで。死ぬ死ぬ。広東語はみんな勉強して、ちょっと勉強してるって言ったけど、私も教えてもらってるぐらいです、教えてもらってる。でも汚い言葉しか言ってない。何や何や、教えて。デューネイ、デューネイロ。他には何かある？他なんだろう、もかよ、もか、もかよ、なんか、あなた使えないもかよ、あーもうよん、お前ユースレスそう、もうよんのすごいやつや。うん、あとホーランサファホーファン、ホーランサファ、あーホーファンのもっと強いやつや。ホーランサファ、ホーラン、ホーランサファ、ホーランサファ、ホーランなんかランが、そう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 、サがなんか、あーホーランサ、ホーランサファ、これぐらいし。萌ちゃんもなんか知ってる？知ってるやろ。知ってるやろ。上海ですよ。上海ですよ。うまいうまい。発音綺麗やな。上海ですよ。ペイユペイユね。ペイユね。モンソーかな。モンソー、え、喋りたくない。喋りたくない。モンソーか。意味をちゃんと知ってる。じゃあなんか好きな香港の好きな食べ物とかなんかある？ボロバオと。うん。ボロバオ。トンパン。マカロニ。マカロニ、トンファン？トンファン。マカロニ好きな人初めて聞いた。ほんまですか？私、香港の朝ごはん大好きで。ほんまに？トンファン、あの、CHK の、
食堂にある朝ごはんトンパン、いつも食べてました。美味しいの？そこの。オケラーです。オケラー。でも、香港の早餐系トンパンは、だいたい薄い。朝ごはん、まあ、けどなんか日本ではないじゃないですか。ないね。それが好きなんですね。あのさ、早餐のさセットあるやん、めっちゃボリューム多くない？いや、ね、麺とパンと目玉焼き2つとか、ね、すごいボリューミーやなと思って、それにあとミルクティーとかレモンティーガーン飲んで、香港人はこれで一日を始めるんやなと思ってさ。うん、私の寮で朝ごはん食べてる人見たことない。あ、そっか、チャーチャン店行ったらもうチャーチャン店ね、確かに。なんか学生での生活でも外のなんか何でもいいんやけど、香港でびっくりしたことってある？日本と違うなみたいな。ウォシュレットがない。あー、そうや、ウォシュレットない。ウォシュレットないの。確かに汚いよね。そう、トイレめっちゃ汚い。これはなんかもうカルチャーショック。そうやね、日本のさ多分トイレが異様に綺麗なんかもしれないね。そう、多分逆に言うと世界的に見ても。そのまま期待値が高すぎる。確かにウォッシュレットは俺も恋しい。恋しい。ね。あとさ、トイレットペーパーのさ、位置がさすごいところにない？トイレしてて。たまにどこどこで。位置ない？ここみたいな。あるやん。ここ。誰がここにつけるって考えたんよね。あるよね、あれ。香港ってもうちょっと合理的でそういうとこ考えてるのかなって思ったらさあ、ここみたいな。田舎行くと紙ないっすもんね。そうそうそう、外にこう取ってから入るみたいな。そうそうそう、あるよね。だから急いでさトイレ入ってさ、あ、やばい、紙がないっていうことなかった？ありました。俺あった。俺もあった。あるある。どうした？私もうなんか気合で気合で気合でもうみたいな。気合で重力振り切った。振り切って、やったるでみたいな。やったるで、えらいえらい。そう、あ、でも日本でも結構そういうことあったんだ。なんかもういいかなみたいな。嬉しいよね。気合で乗り切るやね。乗り切るっていう。他になんか学生の違いみたいなのがある？日本の学生と香港の学生、ここが違う。でもめっちゃ勉強してるなと思う。勉強量、なんか図書館行って本当に12時とかまで、全然人いるし、でなんか仕事の持ち、ジョブハンティングへのモチベも高い気がする。でもなんか大学2年からもうインターンして、で3年もまたインターンして、4年もまたインターンして、そのまま、まあ、なんかいいところに着くっていう、そのなんかゴールデンコースみたいなのがあって、みんなそれを乗ろうと頑張ってるっていうイメージも結構強い。特にファイナンス系は、みんなすごいそのモチベも高い。そうか。対して比べたら日本とかやったらインターンって言ったら1デーとか2デーとか、そんなんばっかで、正直だけトライアルみたいな感じの感じなんです、みんな一定の期間だけ頑張ってやって、でその面接のプロセスとかとしても、結構香港だったらそのバックグラウンドとか過去の経験とか見るんですけど、日本だったら本当にウェブテストの点数とかで見られて、で ES とかの志望動機とかで見られてって言って、結構何もやってなかった人がそこでうまくやそこだけうまくやってこう進んでいくってのあると思うんですけど、なんかこっちやったら結構みんな着々と頑張ってきた人がちゃんとやってるっていう、なんか就職方法なんで、その違いはすごい私が 今就活しててすごい感じる違いだと思います。あ、でもそれはすごくいい経験してるね。めちゃくちゃ刺激になるんじゃない？いや、本当に正直こっちに来て、その去年1年間ここで過ごして、みんながそうやってインターンして、その次の仕事につなげてるっていうのに、私もすごい刺激を受けたんで、今インターンさせていただいてるのもあります。もし香港の企業がなんか雇いたいみたいなのがあったら、香港に残って働くつもりとかある？だから、働きたいんですけど、やっぱ家賃の問題もあって、でその給料もそんなになったら、ちょっと日本で最初はファーストキャリア積んで、でその後本当にまだ香港への思いが消えてなかったら、何年か仕事積んで大学院で香港来て、でそこで仕事取れるような感じで、大学卒業したらビザ取れるじゃないですか、それを使ってでここでもう一回就活するって
就活をするっていうのもありかなって考えてます。大学院じゃまた戻ってこようっていうふうに考えてる。そうですね。へえ。そうです。また戻ってきてください。はい、もう戻りたいです。この時また話聞かせてください。うん、頑張ります。戻ってこえるように。